どうも、小村です。続きやっていきましょう。はいはいはい、ちょっと待ってや。こっち気になる。何これ。おお、謎の神殿やな。はい、あ、ちょっと怖い怖い怖い。あ、これあれか、こっから下叩いたら上に、そういうことね。ふい、うつう。山のどの部分なんでしょうね。そこあれやろ、ないんかい。雪山やったのに結構背景は冬っぽくないな、雪っぽくないよな。まあ山の下の方はこんなもんか。そういえば全然イチゴ見当たらへんな。うわあ、出てしまった。ほっ、イチゴないな。探さんでええから楽やけど。ああ、いただだ、難しい。結構早いねんな、この光ってる状態。いやー、左になんかあると思ったんです。ひょー、なるほど。はい、右なんかありそう。何かい。じゃあ、なんこれ。はい、あと少しだったのに。もうおしまいだ。あの子はどうしていつも邪魔するの。大嫌い。そういうところやぞ、コナちゃん。あ、これ鏡見てんのか。鏡見てか、反射してる自分見て喋ってんのか。でもあの子は私の一部。さよならすることは絶対にできないんだ。それにあの子の言う通りだった。この山の頂上に立つなんて私には無理だった。諦めるの、急に。小村ちゃん、まだ分かんないだろう。左なんかあるね。はい、熱。あ、カセットテープか。イチゴはないけどカセットテープある感じで。簡単そう。一発でいきたいな。あ、危ね危ね危ね。ほい。お。あー、やっちまった。くそ。はい、ナイスゴール。いや、ここの B 面難しさやな。この羽の操作結構難しいからな。普通に上行ったらいいのかな。こういうことね。怖い怖い怖い。うう、
限が、コブラちゃんの体力も大変だ。もう怖い。そう、はい、いやー、しまった、騙された、はい、畜生、勢いを乗せながらのか、初見殺しじゃねえか。はい、隠しか、どっちや、下正規ルートか、下正規ルートっぽいな、この感じ。上行こう。はい、かー、ナイス。何あれ、何あれ、あー、跳ね返る系のやつ。ゲイ、やべえ、どの道が正しい道かわからなくなってきた。上はただのショートカットやったんか。いや、そういうわけでもなさそうやな。ちょっと全部とりあえず高い位置から行きたいな。上から攻めていこう。そんな難しくないか。いちごないのがほんまに救いやな。いちごあったら結構探索しまくってて結構時間食っちゃうとかやった。痛い。はい、はい、はい、とりあえず何も考えず右上行く感じで進めていこうかと思います。あー怖、はい、はいはいはい、ナイス。オッケー、ミスター。うわー、はい、はい、痛い。しまった、はい、ナイスナイス、調子いいよ、突っ走るぜ、いけー、やー、はいはい、通り越して、やっちまった、オッケー、ナイスナイス。針穴に糸を縫うかのようなプレイング、これがコムラよ。カラス、あれ、おばあさん、おやおや、またあったね、また現れましたね。とっと諦めることにしたのかい。違います、滑落で合ってるんかな、意味はわかるけど読み方が。これまでの努力が全部水の泡です。
それでよかったのかもしれないよ。この山は甘くないからね。言われなくても分かってます。私はこの山を頂上に立つのは力不足だった。好きなだけ笑えばいいですよ。てめえ、本当に笑えって意味じゃないし。木には引き際を見極めることも大事さ。大丈夫、時が経てば時期に吹っ切れるよ。それならご心配なく。ホラー穴を余剰を登ってる間、考える時間はたっぷりありましたから。ホラー穴やったんや。もう吹っ切れました。もう一度の私が言った通り、やっぱり私には無理だった。このまま帰って元のしょぼい人生に逆戻りして、一生惨めに暮らしていきます。そんなんでいいんか、コブナちゃん。全然吹っ切れ正論を吐かれた。全然吹っ切れてないね。言われなくても分かってます。諦めたくない。でもどんなに頑張ったって、ことはあるごとにもう一度自分を妨害してくる。この山に挑む若者がたくさんいるが、大抵は途中で諦めてしまう。あんたが落っこちまったのは残念だよ。あんたなら山頂に立つかもしれないと本気で期待し始めたところだったのに。なんか近くで見てたんか、おばあさん。私、他の登山者と何が違うんですか。まあ可愛さかな。こんなに己に腹を立ってる人間は見たことないよ。ほう。自分への当てつけで頂上まで行っちまうんじゃないかと思ったぐらいさ。あんまり嬉しくないです。どうもそのもう一人のあんたってやつが足を引っ張ってるようだね。めっちゃ引っ張ってくるんすよ。あいつに何回殺されたことか。そこでちゃんと話し合ってごらん。いや、前回ちゃんと話し合おうとしたんすよ。なんかオーロラを背景にね、いい感じに話し合ったんすけどね。そうか、何に怯えているのか突き止めるんだ。あの子が怯えてる。そんな風に考えたことはなかったな。ここで私とくっちゃべったって時間の無駄さ。その子に直接聞いてみな。どのみちあんたにはもう失うものなんてないんだろう。セオがいいんだよな。セオのこと全然心配してへんの、コマナちゃん。また喋れるな。でもあの子の居場所が分かりません。それな、あんたは無心なんだろう。だったらあんたを探せばすぐに見つかるさ。自分ってどこにいるんでしょうね。おばあちゃんはこの山にどんな力があるか知ってるんですか。もちろんさ、ここに住んでるんだからね。あんたにも気をつけるよう忠告したろう。もうちょっとはっきり伝えてほしかったです。それな、それよりもヒントを出して自分で気づいてもらう方がいいさ。大抵はみんな自分の目で見たものを認めようとしないけどもね。車に持ってそのまま走り去ったっていいんだよ。何も恥ずかしいことじゃない。いつか向き合う覚悟ができたら自然とまたここに足が向くよ。嫌です。やり遂げます。もう逃げるのはやめたから。急になんか心境の変化があったよね。このおばあさんと喋る前まで帰ろうとしてたよね、コモラちゃん。そう言うと思ったよ。じゃあ頑張んなさい。頑張ります。よくこんなところで暮らせますね。ここの環境に耐え続けるのはしんどくありませんか。確かにいつまでたっても慣れやしない、ね、慣れてへんねや。でもおかげ気持ちがたるまない。なるほど、私の性に合ってるよ。僕の性には絶対合わへんなこれ。でもこの山ってすごく厳しいというか、容赦がないというか。確かに痛いところズバッとついてくるね。セレステ山は癒しの場だのさ。そして癒しの第一歩は問題と正面から向き合うことだ。いいこと言うね。癒しの第一歩は問題と正面から向き合うこと。ほう。でもそれは簡単なことじゃない。痛感しています。終わり？今割と話の途中だったぞ。わあ、触手が。ほら、会話しようぜ、ダークコモナちゃんよ。はい。ほら。おいおい、逃げてんじゃねえよ、ダークコモナよ。会話しろっつって、会話しようっつってんだよ。痛い。こっちの方が安全やったりするな。はいはいはい。ああ、 RTA 用のルートがあんな、なんか知らんけど。はいです。
うわー、ダークコムラちゃんどこにいるや。うわー、クソ、騙された。自分と会話しましょう。生き続く、これ。イエーイ。はい、あ、ちょっとそういうことね。待って、ダークコムラちゃんがコムラちゃんから離れようとしてたりするの。この表現は。私はどこまでも追いかけていくよ。あ、いた。俺にようか探してました。もう必要ないんじゃなかったのかよ。いじけてるね。させん、私が間違ってた。やっと分かったよ。私にもあなたは必要ない。謝ってるやん。謝ってるから許してくれたってええやん。仲直りして前へ進みたいの。今さらあんたを信じろって。私だってあなたを簡単に信じられないよ。でもあなたが怯えてるってことは分かってる。私たちは今どん底にいるんだよ。ここで喧嘩しても意味ないよ。もっともっと深く潜ることだってできるぜ。二人で地球の中心まで沈むか。地球の中心って重力どうなってんやろうな。そんなことして何になるの。這い上がろうよ。カットイン入った今。格ゲーでゲージを扱う時みたいなカットインが入った。這い上がろうよ二人で。俺に近づいてみろ。後悔するぞ。後悔させてみな。ほら、ボス戦。ほら、後悔させてみろや。はい、逃がすかよ。後悔させてみろっつってんだよな。何が当たると思ってんのか。小村さんはアクションゲーム得意と自負してるんやぞ。ほら、怖い怖い怖い。メデューサみたいな髪型しやがって。 BGM いいっすね。おお、新技。はい、ほら、あ、ちょっと、あ、やっちまった。この明確なボス戦初めてやな。はい、よし、あぶね。やってこいよ、そのレーザービームを。かっこいい技持ってんな。これが自分と向き合うってことか。はい、ほら、あ、しまった、足場消えてた。はい、うた、あ、初めてだった。打ち抜かれた。はい、逃がすか。また新しい技覚えやがって。だいぶ拒んでるね向こう。はい、よー、突然楽しい。痛い。ほい、はい、あー、なるほどね。ざまあ、結構ライフあんな向こう。避けろ。はい、あ、くそ、やっちまった。はい、弱ってる。もしかして単発しか打たないようになってきてんな。レーザーってきたわ。おらー、あー、怖っ。なかなか長いな。下手すぎた今のは。
だの。ほら、結構急にあれやね、核心に迫り始めた気がしますね、ストーリーが。畜生、これラストバトルやったりするんですかね。これで向き合って終わりなのか、向き合った後に山登って終わりなのか、どうなんですかね。セオがどうなったのかもまだちょっと気になるしね。うい、ほら逃げるね。はいはい、連続攻撃じゃミス。食らえ。どんだけ行くねん、本当にこれ地球の中心まで行くんじゃ。あんたのためにやったことだ。あんたは山の上なんて無理なんだよ。あんたは守りたいだけだ。余計なお世話なんですよ。俺の言うこと聞いてればこんなことにならなかったんだよ。難しそう。はい、やっちまった。ほっ、はい、小村ちゃん、私は反対にお前を救いたいんだ。ほら、はい、ゲイ。はい、え、何当たった今。えい、来たな、羽。はい、これは初見殺し。届け俺の思い。あー、そっち上がった。クソ、左やったか。あ、分かり合おうぜ、小村ちゃんよ。はい、けい、ふう、エス、ふい、だいぶ遠距離射撃してきたわけです。はい、まだちょっと焦った。まなちゃん、打ち止めかい。一つになりましょう。分かったよ、あんたの勝ちだ。あんたには俺に、あんたには俺は必要ないってことだな。話聞いてくれ全然話聞いてくれ。聞いてほしいならそうするよ。うん、そうじゃない、今こそあなたに力を貸してほしい。お願い、二人で力を合わせよう。力を合わせる、何の冗談だよ。おびえだっていいんだよ。これどうなってんの、グラフィック。来ましたわ。止まったで。はい、アニメーションしてんねんな。一つになりました。おお、レベルとかいう概念があったんですか。ついに二段ジャンプを習得した。はいはい、いいっすね。自分と向き合うことの大切さを教えてくれるいいゲームですね。
ちゃ協力してる。いいっすね。すごい、私たちこんなことできるの。この調子なら今からだって山頂にたどり着けるかも。まだやるのかよ嫌がってるなんで登らないといけないんだ。結構この二人分かり合えたから解決した感あるよね。小村ちゃんの中の話は仲良くやってるようだね。おばあちゃんさっきありがとう。おばあちゃんの話聞いて目が覚めたよ。いいんだよ、こんな老いぼれでもまで役に立ってたら嬉しいことさ。コボラせよか。あ、降りてきてくれたんや。コボラ無事だったんだね。助けなきゃと思って急いで降りてきたんだけど大丈夫そうだな。ありがとうせよ。ひょっとしたらあそこで一回落ちることが私には必要だったのかも。大切なことやったね。で、これが例の君の分身。もうみんなに見えてるってことあれやね。普通に友達できたやんっていう。こうスケーコマラって感じで可愛いじゃん。それはどうも。セオ、コマラちゃんだけじゃなかったんか、目当ては。セオの言う通りだった。この子を怖がる必要なんてない。この子と私が力を合わせれば今からだって山頂を目指せる気がする。お、いいね。あ、いや、待てって。ダークコモラちゃん、あんまり山頂に行くことは乗る気じゃないね。俺はやるって言った覚えはねえぞ。まずはちゃんと話し合うんじゃなかったのかよ。そうだね。あの戦いを話し合ってたってことではなかったんやね。あなたは怯えてる。でもあなただって私と同じようにやり遂げたいと思って。だから最後にもう一度だけチャレンジしてみよう。そうそう、いけるいける。映える映える。だって本当にあとちょっとのところで落っこしたじゃん。あとちょっとやったんや。逆にあとちょっとのところでこいつら休んでたんやなっていう。セオと小村ちゃん。この山のせいで俺たちはズタボロになったんだぜ。でもこの山のおかげで俺たち分かり合えたんだぜ。うん、確かに。でも私たちならそれを乗り越えて前へ進める。私はそう信じたい。私たちならそれができるって。悪くない考えだね。もちろん簡単にはいかないだろうさ。それでも私は正直感心してるよ。あんたはがむしゃらに困難に体当たりしながら相当高いところまで登っちまった。二人で力を合わせればてっぺんにだって立てるだろうさ。分かったよ。まだ心の中で納得してるか、その顔。やってみるよ。お、来てくれんの。俺も協力していい。セオにはもう随分助けてもらったし、新しい友達できたからお前は用済みやと言いたいんか。荷物持ちぐらいやらせてくれよ。セオさん自分の荷物が一番多すだけどな。うん、助かるよ。お、来てくれるんやな、セオ。さあ、あと少しだよ。次ラストかな、流れ的に。繁栄。うわぁ、怖い。セオさん思ったより痩せてた。もうちょっとぽっちゃりしてるイメージあったわ。成長しましたな。ここはやっぱイチゴなかったんか。ハートはあったんやろうか。お、いただき。いいっすね。というわけで次回いただきやっていきたいと思います。いやー、急にストーリーなんかまとめてきたね。よかったね今回。このチャプター6で沈んで這い上がるまでやったからね。それじゃあ今回はここまでで、次回またよろしくお願いします。ありがとうございました。